超しんどい。左にすごい傾いてってる、そんなに登れてないじゃん、まだめっちゃ歩きにくいこれ。で、ここで行きです。頑張れ。重心が曲がって、重心がずれるせいで半端なく足が痛くなります。階段自体は滑らかですけど、やっぱ死にそう。熊野の神倉神社の石段とはまた違った意味で辛い。というわけでね、これピザの子孫最上階到着です。あ、人がたくさんいますね。ちょっと一周しましょうか。まだなんか上があるっぽい感じありますね。ちょっと見ていきましょう。Thank you. It's the side, girl. Sorry. You're fine. Yes. Yes, thank you. You're almost there.何これ偉い。ああ、金が走られてあるのと、ピザの町の一望が。このような感じに見えますね。これちょっと高所恐怖症の人ダメかもしれない。相当高いです。入り口はあちらか。一周こっち左側から一周すると非常に怖い感じがするので、右側から回っていきましょう。こっちか、入り口。お、これがど真ん中ですね。もうキリストの十字架とレミレチ家の家紋がもうこれ見よがしにあしらえてあります。